はい、そっか、塾のコブです。そうですね、会社経営っていうのは非常にきついですね。私がまず一番最初にサラリーマンをやったときに、人件費が1億かかるって話をされたんですよ。え、なんでそんなにかかるんですかって言ったら、考えてみなさいと。社員が100人いますと。その100人に、毎月毎月20万払ってるとしたら、毎月2000万かかるじゃん。ね、20万にかける100人だから、2000万かかるでしょ <laughs> だすぐ1億だよそういうふうにね人事の方が言われてて、えー、当時新入社員だったと私はああすごいお金経済活動っていうのが企業で行われてるんだなと思いましたあそして数年後私が自分で会社を経営するようになってこのね人件費っていうのに震え上がるわけなんですよ毎月毎月あのお金が出ていくんですよねで私が社員だった時従業員だった時って給料少ないなと思ってたんですよ 万万とかね25万で少ないないと思ったんでですよでも払う方からしたら人件費って何で高いんだみたいな思,思いますよねで毎月20万とか30万がいやをなしに出ていくとで私の場合はあのー、役職に給料40万とか当ててしまったんんでで下げれないんですよねこれがだからね組織運営それからあ企業経営の難しいところで私のなせなかったところかなと思います以来私は人を雇うことっていうのはあやめた方がいいなと思ったんですよ 私に人を雇う利力量がないっていうのは、人件費の計算もまともにできないと。その人件費に合わせたあ経済活動もできないっていことがはっきりしたからなんですよ。そしてもう一点ですね。従業員さん一人一人が20万の給料を持っていくんだったら、その従業員さん一人一人が売上100万ぐらい立ててくれればいいんですけども、売上100万を取れるような、 人材を育てられなかったという人材育成能力のなさも私は思い知りましたね、まあ、ですからねあの社員がね給料を持っていくのが悪いとかテナント代がかかるのが悪いってことではなくてそれは確かに負担なんだけどもそれを負担に感じている社長の力論のなさってこともあるわけなんですよ、まあ、ですので私はあ今ねたった一人で会社をやっているスタイルすごく好きですねでこのスタイルだとあの自動課金っていうのができるわけですよ要するに自動的に収益を生む仕組みも作れるんですよ まあですんで、言い方を変えれば、不労所得の企業っていうのが作れるかなと思って、3年かけてそれができましたんで、この夏、法人化に成功すると。もう定款も入れましたんで、多分ね、1週間ぐらいしたら、官報の方に掲載されます。え、なんですかね、アイアジアトレード株式会社ってやつですね。アイアジアトレードですね。 アイアジアトレードの愛っていうのは AI って書きます。そしてまあ愛情の愛でもあります。で、アジアってのはもうアジア地区のことですよね。私は日本国内ではなくて、アジアを拠点に活動する会社という位置づけで、もうマーケットはね、7億人とか8億人に対してリーチしようかと思っています。それがですね、アイアジア貿易株式会社なんですけども、最後の貿易っていうのはトレードっていうふうにも訳せるわけなんですよ。 あの貿易風ってのが地球には吹いてますけどもあれトレードウィンドって言いますよね <laughs> まあですんでアイアジアトレードアイアジア貿易株式会社みたいなタイトルでつけましたけどもこれはあああきりてインターネットの仕組みを使ったりああ MLM の仕組みを使ったりそれから銀行金利の仕組みを使ったりしたえ4本柱4本立てでやるえまあなんていうんですか社員は代表は1人いるんですけども 無活動の会社なんですよね活動する時っていうのは、まあ、書類をまとめて顧問の先生に送るぐらいのもんなんで基本的にはあ30日の営業日数中1日ぐらいしか労働時間がないとその1日のうちでも、まあ、3時間もやれば終わるような形になってます。まあ、それででで、えー、今までの実績 月収というよりも年収ですね、昨年度700万ぐらいのあらりが上がりました。売上イコールあらり,あらりなんで、大体売上が7百数十万で、あらりが700万ぐらいになりましたんで、まあ、これでね、今年は法人化して、第1期目から、 あ売り上げが1000万、あらりが1000万ぐらい取れるかなと思ってですね、えーまあ、法人化に至ったわけなんですよ。まあ、これもですね、きちんと保護の先生に数字を送りながら検討してもらって、税金がいくらになるのかとかね、工事はいくら受けれるのかってことを緻密に計算して、会社設立に向かったということなんで、まあまあ、まともな会社になるんではないかなと思います。そして社員は全く募集しません。これから、これはね、スタンダードになるんじゃないかなと思います。あの誰も働かない会社が、売上だけを、その会社のオーナーに入金してくれるみたいなね。 これがまさに法人を使った自動収益、不労所得なんではないかなと思いますけども、だからね、誰かの持ってきた不労所得に乗るっていう発想は私はないですね。不労所得は自分で考えて作っていけると私は思うんですよ。まあこれね、あの、人にこの仕組みを売るつもりはありませんので、公開する日は来ないと思いますけども、まあ個人的に結構ね、お会いした方には話す機会が結構あってね、<laughs> えー、まあなかなかね、 え皆さんの発想を広めるにはいいかなと思いますあと客観的にはっきりするわけですよど取引先がどこでどういうふうな資金の流入になってくるのかってことは法人を作ればもう隠し立てがおようがありませんからじゃこれをねエビデンスとして不労所得株式会社っていうのが、まあ、あるよってことを、まあ、お見せしていけるかなと思います、まあ、わざわざ見せることはないですけどねなんせ成立しないんで見せる必要がないですしあなたもこの不労所得の会社作りましょうかってからねそれからプロダクトロンチかけることもありませんから。 私は自分の身内にそれが自動収益の形がプレゼントできてよかったなと思うだけですからねはいまあそうじて言えばですね私はあの人件費とか人材育成の能力企業経営の能力はありませんでしたでもただ単にお金を集めてくるだけだったらできるかなとできているなっていうところが今振り返って自分の人生40歳から ここの6年7年を見て思うことなんでで、すよね。で吉田さんのねすごいなと思うところは吉田さんもなんだかんだ言ってきちんと必要なお金は引っこ抜いてくるってことですよねすごいなと思いますはい、えー、最後にね、えー、安倍総理の名言私がね最近すごく気に入ってる名言があるんですよ それがですね、これです。えー、税収というのは国民から吸い上げたものでして、みたいな言葉があるんですけど、<laughs> これ、すごく言い方が面白いなと思ってね、別に恨みも何もないんですけども、この言葉はね、ついつい出ちゃったんでしょうね、恨まれるぞと思いますけどね、私はすごく <laughs> 楽しい言葉だなと思います。ただ、現、えー、自民党安倍政権には色々と、えー、疑問がありますんで、えー、これからはね、若い方の意見を尊重した、 れいわ新選組みたいなところが主導権を握って、まあ3年後とか5年後に総理ぐらいになってくれたらいいのになと思います。まあほのかな希望としてはね、小泉進次郎さんが一回この国を動かしてほしいなって思いますんで、えー、小泉進次郎さんにね、えー、自民党の総裁になっていただいて、えー、そして、えー、当選していただいて、小泉進次郎総理みたいなのもね、いいかなと思いますけども、えー、まあだったらね、えー、私は何をするのかなと思ったら私はもうね、 あの町内会長を目指しますよ。本当にね。<laughs> そんな感じで余談でございました。まあ政治のことはね、難しいんで、いろいろと皆さんお考えがあると思います。私の考えもあんまり定まってないんで、すぐに意見変わりますんでね、あんまり気にしないでください。以上です。